皆さんこんにちは、山本よしのりです。今回は絶対に筋トレしてはいけないタイミングについてお話ししたいと思います。ただ筋トレを頑張れば筋肉がつくと思っている方もいらっしゃるでしょうし、まあ、筋肉をつけるためには正しいタイミングを守らなければいけないと思っている方もいらっしゃると思いますけれども、ちゃんとやらないとやっぱり逆効果になってしまうんですよね、ちゃんとやらないとむしろ筋肉が減ってしまうかも、ということもありますので、無知から来る失敗は避けていただいて、皆さんのトレーニングをもっと実りある効率的なものにしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。意外と皆さんやってますからね。一つ目先生いきたいと思います。筋肉痛が結構強く残っている時、筋肉痛が残っているというのはまだ筋肉が回復していないと、はい、いうことにもなります。本来はですね、筋肉というのは合成と分解のバランス、合成が上回った時に増えていく、というものなんですけど、筋肉痛が強く残っているというのはもうまだまだ分解が強くなっている状態で合成があんまり起こっていない、筋肉に炎症が起こっている時ってあんまり合成は起こらないです。このような時に次のトレーニングしちゃうと、どん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 分解ばっかり進んじゃうということになりますので、そもそもまあ筋肉痛が強く来すぎるっていうのがあんまり良くないことでもあるんですけれども、強い筋肉痛が残ってる時は次のトレーニング控えるようにしてください、これぜひ皆さん気をつけていただきたいと思います。2つ目、風邪の時。風邪の時にですね、トレーニングできないの嫌なんですが、本当に、もうどうしても行きたいし、なんだったら焦るんですよね。風邪をひいてでも頑張ってトレーニングするみたいなのが、まあ、美しい話のように思われてきた時代もあったんですけれども、コロナの時代になるともう一気に変わりなくなりましたね。コロナ、コロナです、コロナって感じになりました、これがまあ普通の風邪とかでもコロナという感じになりましたので、これはそういう意味では良かったのかもしれないんですけれども、風邪の時というのは筋肉を分解してエネルギーにする、そのエネルギーを風邪の治療に役立てる、そういう状態になっているんですね。ですので筋肉を分解しやすい状態になってますので、風邪の時はトレーニングあんまりやらない方がいいということになります。特に痛みを感じるような時、風邪でありますよね、そういう時はもう最悪ですので、絶対休んでください。ここもぜひ気をつけてください。では3つ目、空腹状態の時ですね。減量中は空腹状態でトレーニングして脂肪を燃やすでしょうみたいな考え方もあるんですけれども、基本的には空腹でエネルギーがない時はトレーニングしない方がいいです。筋肉が燃えてしまって筋肉が分解してエネルギーになってしまうということになりますので、 EAA にちょっとだけデキストリンを入れたものを飲みながらトレーニングするとか、それだけでも違いますので、完全に空腹な状態でトレーニングするというのはちょっともったいないですので、どうしてもそうなるという方はいるかもしれないんですけれども、空腹でトレーニングせざるを得ないときはできるだけ短く抑えるとか、軽めのトレーニングするなどして、その後ちゃんと栄養補給をする、栄養補給をしてからちゃんとトレーニングするというようにしていただければと思います。特に筋肉を増やしたいタイミングの方は気をつけていただきたい。4つ目、疲労困憊の時。そういう時にトレーニングする人ってあんまりいないとは思うんですけれども、疲れ切ってる時にトレーニングしてもちゃんとした結果出ないですよね。そうなんですよね。筋肉が分解するだけでいいことはない、下手すると怪我しちゃうかもしれないです、もう本当に疲れ切ってる時って結構集中力がなくなってきてですね、よく聞くのがもう減量中で疲れ切っていてプレートを足に落としている落ちたとか、そういう話ちょくちょく聞いたりしますので、怪我を防ぐためにも筋肉の分解を防ぐためにも疲れてる時は無理にトレーニングしないようにしてください。日本人トレーニングスケジュール守るっていうなんかこう固定概念強いと思うんですけど、仕事とか何かでこう切羽詰まってる時は休むっていうこともいい選択です。続いて朝起きてすぐ、これどうですか。朝起きてすぐトレーニングするというのは一つのやり方ではあるんです。そうなんですよね。その後にちゃんと食事をすれば大丈夫、で先ほどお話した通り、朝起きてすぐ例えばカフェインを飲んで、でその後 EAA とデキストリンのドリンクを飲みながらトレーニングする、それは一つのやり方ではない、本来人間というのは朝起きてすぐ狩りに行く、運動するという生活リズムですので絶対悪いというわけではない、ただ多くの人にとって朝トレーニングするっていうのはもうその後グダグダになっちゃう、
まあ私も何回か試したことあるんですけども全然仕事にならないんですよね、はい、アメリカ人なんかだとよくジムに行ってその後仕事に行くっていう方、うん、多いと思うんですけれども、ね、多くの日本人はですねもうまたジムに行ってその後帰って食事して満員電車に揺られて会社まで行く、うん、そういうような状況だとかなりきついまあ、これが車通勤とか、うん、あとまあ仕事もそんなに今疲れないような仕事だったらいいかなとは思うんですけれども、はい、普通の生活してる方にとって朝のトレーニングかなりきついんじゃないかなと思います、はい、もちろん生活リズム上にですね、自分にとってそれがやりやすいという方だったら問題ないんですけれども無理に朝トレーニングしなくてもいいとは思います、はい、合うか合わないかでここはぜひ判断していただけたらと思います。これをやる人いないと思いますが怪我してるのにトレーニングをする必要はないと思います。これまでもですね例えば肩が痛い、はい、ベンチプレスで肩を痛めちゃったけどもちょっと無理してやろう、うん、これはもうほとんどの人そうじゃないですかね。ジムに来てる人って痛いのを我慢しながらやる、まあ、それでいつまでも治らない、そうなんですということが多いと思います、はい、怪我をしてるときはその痛い場所のトレーニングはしない、うん、肩が痛くても痛くないトレーニングってエクササイズありますから、そうしたものを選んでやる。痛いのを我慢しながらやっていくといつまでたっても本当に治らないんですよね、うん、痛みを感じるようなトレーニングはしない、痛まないようなエクササイズを選んでやるというようにしてみてください、はい、この辺ぜひちょっと探しながらやってみましょう。これはもう何回もやってますこの話、はい、食事の直後にトレーニングはしないでください。食事の直後というのはまだ消化して副交感神経が優位になっている状態ですので、はい、その状態で一気に交感神経優位にするともう消化が悪くなっちゃう、はい、でも私もですねちょっと学生時代は普通にランチの焼肉を食べてすぐトレーニングしたりしてですね結構周りの人がよく食った後にトレーニングできるのみたいなことを言ってたんですけれども一瞬で消化できるような人は別にいいんですけれども多くの方はもう消化に時間がかかると思いますのである程度血中アミノ酸濃度が高くなるぐらいの時間は置いてからトレーニングする、胃の中のものがですねなくなってからトレーニングするというようなことを心がけていただいた方がトレーニングちゃんとできますし、まあ、いきなり入っちゃったりとかそういうこともないかと思います。武田ボタンは先生のその話を聞いて2回ほどやらかしてます。もうやらないまさに今の時期ですね、まだ8月の今日が最終日なんですけども、暑かったり湿気が高くて熱中症のリスクがある日のその時間帯は極力トレーニングを避けた方がいいかもしれない。冷房の効いてない気持ちも最悪ですよね。最近まだあるんですよね、はいはい、まあ、そういうところはもうちょっと潰れてほしいのでいかない先生言いましたね冷房の効いていない状態でもトレーニングは避けましょう、はい、コロナの影響の後経費削減とかでですねこうジムの空調が弱くなってるなんて話もあるんですが、私も昔働いていたその話するんだ、本当もうスタッフがもう冷房嫌いでピピピってやってちょっとするとスタッフが来てピピピって上げるんですよねその攻防戦が行われていて、でも本当も暑いのでもう水蒸気もう湯気が窓にこう窓が曇るんですよ。そうだ、もう窓が曇っても私も半分ぶつけたんでも曇ってる窓にレイボーって感じオンコラ先生がスタッフ時代にガチ切れをした伝説の話です。熱中症には気をつけながらやっていきましょうということですね。はい、そしてもう一個いきます。アルコールの予定がある日はもうトレーニングは休んだ方がいいかなと。アルコールを飲むことによってトレーニングの効果が落ちてしまう、はい、筋肉のタンパク質と合成が低下してしまう、はい、ということ、これ結構少ない量でもあるんです。だからちょっと飲むぐらいだったらいいだろうみたいなのもあると思うんですけれども、はい、本当にビール 2,3 本飲んだらもうダメ、ゼロになっちゃうわけじゃないけど、100の効果が60になるとかそんな程度ではあるんですけれども、最大の効果が欲しいという方はトレーニング後のアルコールは避けた方がいい、まあ、どうしても飲みに行く日があるんだったらトレーニングとは別の日にしましょうというようにしていただければと思います。飲み会でやってしまったものを先に消化しとこうみたいな発想であえて飲み会の前にトレーニング行く人もいるようですが、実はマイナスな可能性があるので、そうですね、まあ、例えば減量中うん、なんかだったら例えばトレーニング後に好きなものを食べる、はい、というのが一つの方法ではあるんですけれども、筋肉を増やしたいバルクアップの時にはちょっとトレーニング後の飲み会は避けた方がいいかなとは思います、はい、気をつけてください。そしてじゃあ僕から最後です、はい、筋トレ大学はもちろんダイエットされてる方も多いんですが、やっぱり筋力を上げたいとか
筋肉を増やして進化したいっていう人が見てくださってるチャンネルですので、となると最近トレーニングが伸び悩んでるなとか、それこそ今日のトレーニングめちゃくちゃパフォーマンス落ちてるなっていう日は、個人的にはトレーニングはおすすめしない日なんじゃないかと考えます。まあ、自分も現役で、はい、ジムに行ってアップして本番のセット行ってて、はい、思ったより全然上がんない、もうそこで帰っちゃいます。帰るんですね。その日はもう今日のトレーニングは逆効果、はい、もうそれぐらいのですね気持ちで自分の体調と相談して本当にトレーニングするベストな日なのかどうか、はい、体調が悪い時、落ちている時にトレーニングしてもむしろ逆効果ということもありますので、まあ、私何度もお話してますけど、ちゃんとノートを書いておいて前回より伸びてるのかどうか、はい、ということを確認して今日トレーニングするかどうか、今日どのようなトレーニング、何キロで何回やるのかということを決めるようにする必要があるかと思います、はい、ということで今日ご紹介したちょうど10個ですね、はい、この10個に気をつけていただければ、はい、ちゃんと筋肉ついてくるかとは思うんですけれども、うん、他にもやっぱりトレーニングに適していない時間帯、日というものがあると思うんですけれども、例えばですねデートの前にトレーニングするのかどうか、今までずっと狙っていたあの子がやっとデートに OK してくれて今日はこれからデート、そのような時に先にトレーニングしてからデートに行くのかどうか、悩む、これは悩みどころですが、武田子さんだったらどうしますか。身を張って体をパンプアップさせたいから先にやるか、疲れた顔で怒られるのが嫌だから終わってくれ中にトレーニングするか、多分二択だと思います。ちょっと待って、デートしてからトレーニング、デートが早く終わる前提ですか。デートって何時に上がるもんですか。普通はですね、デートといえばフルコース。フルコース。ああ、そういうこと。フルコース。その後ジムっていうのはまずないよ。あったな。しょうがないじゃないですか。多分ですね、その彼女もじゃあ今日はこれでって言って、で俺今からジムって言ったらもう振られますよ絶対。まあ私も本当に筋肉重視の生活を送ってきましたが、その辺はちゃんと踏まえてましたから。先生はじゃあデート前、デート前ですね、ちゃんとデート前にちゃんとトレーニングして別にパンプ立てるとは思わないんですけれども、ちゃんとまあ血液の流れを保っておいてそれからデートに行きました。血液関係あります。まあそれはいいです。トレーニングはデートの前、はい、ということでデートの後のトレーニングは禁止、はい、ランチデートとかだったらいいとは思うんですけどね。まあ、その場合も今からジムだとかそういうことは言わないことということでですね、武田子さんの今後に期待したいと思います。今回の動画面白かったと興味を持ったという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。まもなくバルクススーパーセール開始、バルクスの公式商品が期間限定でお安くお買い求めいただけます。9月のおすすめバルクス商品はあなたの肉体の進化をサポートする新しく生まれ変わったバルクス BA9。 特におすすめの味はライチ味とスポーツドリンク味です。そしてもう一つはバルクスダイエッタープロテイン、ほんのりビターな味わいとカスタードっぽい甘みを残したバスクチーズケーキ風、チョコレートとオレンジの絶妙なバランスを感じられるオランジェット風、この2つになります。この機会にぜひご賞味ください。9月25日をお楽しみに。